落橋とは、橋が落ちることである。一般には音敏化して、落橋と呼ばれる。一般的な橋梁は、上部構造と下部構造との間は支障と呼ばれる、衝撃吸収構造材で点滴に支持されており、強し血構造とはなっていない。このため、橋全体に大きな外力が加わると、上部構造と下部構造の挙動に、ズレが生じ、下部構から、 上部校が浮き上がって、橋桁がずれたり外れたりすることがある。これが、落橋状態である。この場合、上部構造そのものは限りなく、無傷に近い状態であることが多い。落橋のメカニズムには、様々なものがあるが、橋の構造設計計算自体に、問題のあった初代タコマナローズ橋のような事例はごく、少数であり、岩手、宮城内陸地震による、 大きな水平力により、橋脚一本が雑草を起こし、橋脚ごと落橋した、国道342号祭、輪大橋、東北地方太平洋沖地震による津波で、橋桁もろとも流されてしまった、国道45号宇立大橋、熊本地震により、橋脚の地盤が橋直下の断層でずれて崩落した、国道325号阿蘇大橋など、 地震で設計の想定外の外力が発生したケースが多い。一方で竣工から年数が経過したために構造物が腐食して落橋に至るケースが日本国内でも発生している。防止策の例 A、ワイヤーケーブルによる桁連結装置 B、ゴム製支障による変異制限 C、変異制限装置 D、円ナ核服ブランケット E、 清流板落橋防止のために次のような台風や耐震のための工夫が行われている。特に吊り橋やシャバリ橋では強風によって大きな振動が生じることがあるため、風がうまく通り抜ける形状が望まれる。風で振動するのは主に広い面を備えた橋桁部であり、橋桁の側面を垂直に切り立ったままにせず、清流板を取り付けて風圧を減じたり、 路盤以外の水平面にはできるだけ網目構造を取り入れて風を逃がすなどの工夫が行われている。また、橋の風下側に生じた渦で橋桁が振動しその周期が橋全体の固有振動数と同調すると共振によって橋桁の構造破壊を起こすほどの大きな振れとなるためこれらの周期をずらすことも重要であり大きな橋では建設前に 風洞実験やコンピュータシミュレーションによって振動数や振動の程度が計測、計算され、事前に安全性が確認されている。耐震性の向上点としては、橋桁の落下防止と橋脚の挫屈防止などがある。日本では、阪神淡路大震災での道路橋の挫屈倒壊などを受けて、道路橋司法書が改定され、落橋防止の強化が図られた。 ABCD 富士の養蔵書、橋の構造と建設がわかる本、夏目社、2012年3月26日発行、ISBN 9長7848億1635万2027、196から203ページ落橋、偶児書、藤井里志、公共事業が日本を救う、文芸春秋、P68、 道路橋の長寿命化に向けての取り組みについて、国土交通省近畿地方整備局、2020年9月20日閲覧、炭素繊維、後半複合型の RC 橋脚耐震補強工法の設計、施工事例土木学会。ありがとうございます。